ありがとうございます。和太鼓の皆様にも大きな拍手をお願いします。いやー素敵、大迫力で、ね、やっぱ日本人でよかったなと思います。もういいですね、来てくれた人だ、よかったね。もう昨年もね出演してくれましたけれども、あどうもありがとう。あいいね、友情の4タッチしてくる、大丈夫ね。昨年はもう子供たちこんなに多かったでしたっけ。今年みんないっぱい来てくれて、どんどん若返って、だいぶ平均年齢も下がりました。そうです、まあね、毎回楽しそうだなと思いますけど、今年は子供たちがいるから、大人たちももう笑顔で、子供たちに向かって太鼓を叩いてたというイメージでしたけど、今日はいかがでしたか。子供たちにすべて奪われてしまうので、もう負けないように大人も頑張ってやらせていただきました。大迫力でございました。じゃあ聞いてみようかな。今、何歳ですか。お名前は言えますか。石田美優です。ゆうちゃん、今日のステージはどうでしたか。楽しかった。うわー、立派にいましたね。太鼓叩くのはどんな風に楽しいの。ちょっと難しい質問しちゃったよね、ごめんね。太鼓叩くときって楽しい。楽しい。そうなんだ。今日は誰か応援しに来てくれてるのかな。誰が来てくれてるの。いとこも来てくれたのか。いいね、いとこちゃんいるかな。あ、さっきのいとこちゃんだったね。よかったね、いとこにかっこいいとこ見せられたね。よかったです。じゃあもう一番下の年齢は何歳。そうですね、娘になります。え、娘、え、娘、娘なんですか。そうなんですか。すごい、またこの日本太鼓のいいところですよね。もう楽しめるっていうか、え、娘さんいらっしゃるんですか。そうなんですよ、3人で長女です。あらまあ、え、3人もいらっしゃるんですか。もういろんなことびっくりですけれども、え、5年の間にいろいろあったんですね。素敵なことですと。え、じゃあ一番の妹なんですか。今1歳になりましたから。あらまあ、4歳、2歳、1歳で太鼓叩いてるママお元気で。でもママとして嬉しくないですか、娘とおばあちゃんと一緒にいただけて。楽しいと思ってもらえるのがすごい嬉しいですね。なんて素敵な家族なんでしょう。まあどう、教えてくれるの太鼓。教えてくれる。そっか、いいね。こういうこともある。あんま触れないでおこう。ね、まあ、ママですからね。あ、そうですか。じゃあご祇園の皆さんはね、とっても世代が広いと言いますか。でも本当に仲良くね、いつも笑顔で演奏してくれてますけれども、いろんなところで演奏なさってるんですよね。うん、どういったものがありますか、今後の近い予定だと。2月の20日の中原アートストリートなんとかみたいな、那須の、そう、2月20日に那須市民館でやらせていただきます。ですか。その時はじゃあ何分ぐらい演奏するんですか。ちょっと同じぐらい、15分ぐらい。そうですか。でも15分、もうすごい全身動かしてやってらっしゃるから。でもお家で練習できないじゃないですか、そういうのって。どこで、そう、ブチブチを持たないで、手だけでリズムを覚えて。4歳で覚えられるんですね。そう、私もえ、ママ的に見てどうですか、今日娘ちゃんの演奏は。もうちょっとかね。いや、厳しいんですけど。いや、すごいね。ママどう、かっこよかった。今日本当に家族みんなと、そして仲間みんなと、これからも太鼓を叩き続けていただきたいと思いますが、もうね、たくさんイベントも出演されているということですので、ぜひ和太鼓を呼んで調べていただいて、またイベントの方にも足を運んでいただきたいと思います。そしてメンバーの方も募集してるんですよね。はい、もう随時でもやりてみたいって方がいらっしゃったら。はい、ぜひお一人でっていうわけなく、もう家族でぜひやりたいわっていうのも大歓迎ですよね。ね、なんかファミリー層にしていくよ、みんなね、和太鼓用の中は、何家族かいますみたいな、なんか楽しいですよね。はい、それでは和太鼓用の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。素晴らしかった、お疲れ様でした。まさかね、娘ちゃんがいらっしゃるとはびっくりしました。
先ほどからちょっとイベントのご紹介させて ありがとうございますいただきましたけれども、今回ねインユニティというのは手作りのイベントというふうに冒頭からお伝えしております。